ヤマス2018では2年生の修了研究発表として、また教員と学生が学内外で活動するプロジェクト研究の成果発表を行いました。修了生の研究分野に関係のある著名人をお呼びしたイベントなども実施し、展示だけにとどまらない内容の濃いものになりました。ヤマス2018のテーマはつまずく後遺症を拾うことでした。日々の生活の中で感じた些細な違和感を見逃さずに、それを取り上げ作品を作り上げてきたことに由来します。そのため作品のテーマも重なることもなく、多種多様な作品が多く見受けられました。どの作品も作家の個性が発揮されており、興味深い作品でしたが、あえていくつか挙げると、綿貫たけみくんのロードハンズは機械で作られた手がスマートフォンを操作している作品で、スマートフォンを片時も離さず操作している現代人の虚しさを考えさせられるものでした。また浜田孝之くんのアーキテクトンは、暗室の中に縦横無尽に張り巡らされた LED ライトと人体音響によって都市の中のスケートボードによる走行を表現したインスタレーション作品でした。しかし彼の意識はインスタレーション作品の空間的意象よりも都市や空間、建築の批評にあり、スケーターの視点から都市の建築や空間を再構成するという試みは非常に興味深いものでした。今回の実行委員長をさせていただいたのですが、事故やトラブルもなく、また内容も充実した非常に良い卒業展示会が開催できました。これから16期修了生はこの展示を機に、多くの先輩方や教員の方々の助けも借りながら、さまざまな分野で活動し活躍することを期待してますし、同時に後輩とも協力して活動できたらと考えています。